リサクロップはニュージーランドの競馬機種である。1991年に地方競馬女性機種招待競争で初来日。ニュージーランドのほか、オーストラリアイギリスで騎乗し通算337勝を記録。1994年6月この年から設けられた JRA 短期免許交付制度適用第1号外国人機種として来日した。この年の夏に 小倉競馬場で9勝を挙げた活躍により、小倉ターフ賞、特別賞を受賞した。翌1995年にも来日し、京都、中京、小倉の三馬で起乗、両年通算で189戦し、特別戦3勝を含む16勝を記録している。また重賞競争においては5回起乗、勝倉こそ挙げていないが1995年朝日。 チャレンジカップで10番人気の玉もハイウェイに起乗し5着という成績を残した。この年以降は日本での起乗はないが、1997年、レールウェイハンデキャップをケイリーで政治初の G1 勝利を挙げたほか、2004から2005年にはニュージーランドレコードとなる197勝を挙げ、初の女性機種リーディングを獲得。 続く2005から2006年にも146章をマークし2年連続リーディングに輝くなどニュージーランドの一線旧騎士として活躍をしていた。しかし2005年5月に行われた抜き打ち薬物検査にて覚醒剤メタンフェタミン、アンフェタミンの陽性反応が認められる。クロップはこれを不服とし薬物検査の違法性を訴えるも帰却され2009年3月有罪が確定。 同年6月に起乗停止9ヶ月と罰金99,500ニュージーランドドルの処分が課せられている。なお起乗停止期間中の同年11月にクロップはマレーシア人機種のモハメド・ユソフにクロップの銀行口座からユソフのタブベッティングの口座に不正に預金を移動させる手段で金銭を盗まれる事件に巻き込まれた。この事件でユソフはニュージーランドの警察に 逮捕されている。また、これより、前の2007年6月に、オーストラリアのイーグルファーム競馬場で行われた、ブリスベンカップに、ライラキンに起乗し、一旦は先頭に立ったものの、決勝点手前でガッツポーズを行い、この時後方から来た馬に差し返されて、花さの二着となり、採決委員から不適切起乗と判断され、3ヶ月の帰乗停止処分を受けた。クロップは、 薬物検査後も起乗を続け、2006から2007年のシーズンにはリーディング2位の116勝を記録するなど活躍を続けていたが、翌2007から2008年のシーズンにはわずか8勝に終わるなど制裁を書き、2009年シーズン以降は起乗停止処分が下された影響もあり、ニュージーランドにおける起乗機会はほとんどなくなっている。2014年12月にも再び、 アンフェタミンとメタンフェタミンの陽性反応が認められ、非常停止3年が課された。ありがとうございます。